宮市9ヶ月児健康相談赤ちゃんの歯の話。0歳からの歯と口の育ちについてお話しします。母乳やミルクを飲むことは赤ちゃんたちは本能で知っています。赤ちゃんのお口の育ち、特に食べる機能は自然にできるようになるものではなく、学習によって獲得していくものです。毎日の子育ての中で小さな積み重ねがお子さんの健やかな歯と口を育んでいきます。お口の育ちと体の発育、発達にはそれぞれ個人差があり、必ずしも同じように進むわけではありません。月齢や他のお子さんの様子に左右されることなく、お子さん一人一人の育ちに合わせて見守ることが大切です。椅子や机は成長に合わせて高さを工夫します。椅子に座るときは踏み台などで足がつくようにします。眠っているときは自由に寝返りが打てるようにします。いつも同じ向きで寝ていると顎の位置がずれてしまうこともあります。寝入ったら仰向けに戻してあげましょう。最近ポカン口ということがよく言われています。口の周りの筋力が弱い、鼻呼吸の習慣がついていないなど、お口の育ちが上手にできていないことが原因の一つとされています。お口が開いてしまっているとお口の中が乾いてしまい、虫歯になりやすい、また歯並びに影響するとも言われています。お口の周りの筋肉を育てるためにラッパを吹いたり、あっかんべーをしたり、アップップーでまねっこ遊びなどをしてあげてください。またしっかりと噛むことを教えてあげる、しっかりと噛んでお口の周りの筋肉も育ててあげることが大切です。最後に虫歯菌移りますかの質問について、生まれたての赤ちゃんのお口の中には虫歯菌はいません。離乳食が始まってきてお箸やスプーンの教養で移るというふうに言われています。スプーンやお箸を別にしていただくことは大切なことですが、あまり気にしすぎていると食事の雰囲気が損なわれたり、子どもたちとのスキンシップが少なくなってしまうことがあります。虫歯のリスクを減らすために周囲の人たちがしっかりと歯磨きをして、虫歯の治療をして、口腔ケアをしていただくことが一番大切になってきます。しっかりと歯磨きをして、しっかり噛んで、お子さんの健やかな歯と口の成長を育んでいきましょう。